そうですね、だから全部出していい場合と悪い場合があると思うんだけど、コーヒー豆ってやっぱりあの生豆の状態がどういう状態かわからないで皆さん買うからね、はいはい、そうですね、その時にカビ出たりしたらもうそこでアウトなんで、本当は昔よく聞いたのがその船で来るじゃないですか、うん、で船の底の方にあった米豆っていうのは、うん、もう潰れててカビてるって言って、うん、これ普通は出せないからって言ってインスタントコーヒーにしてるとか缶コーヒーにしてるとか話じゃない、そうだよね、うん、一回そのカビが生えたのはあの深入りにしちゃえば基本的に分かんないんで、焦げたような感じのやつだよね、いくらでもごまかす力は皆さんあります、ね、だから安いドリップコーヒーはほとんど深入りですんで気をつけてください、浅入りの方もね、うん、まあ深入りがいいっていう人もいるんだけど、そうですよね、うん、まあ、コーヒーの世界は非常にねあのブレンドしてますんでね、うん、深いですね、いろんな、まあ、ごまかしも聞きますんでね、うん、深いです、信用を受けるところのそうだね、お豆を買って召し上がっていただいた方が、できれば生豆を自分で買って自分で焙煎すればいいです。あ、できるんですか、そんなこと。できる、できる、あのこの間 の, あのほうじ茶あるじゃん、はいはい、ほうじ茶の作ってる時にフライパンでやってたじゃん、ね、はいはい、その横にほうじ器ってある、はい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 、あれで焙煎すればできる。ちょっとそれ焙煎教室もやってもらいたいです、ね、焙煎教室なんか可愛い香りしてきそうじゃないですか、ね、なんかああ そんな難しくないよ、ただあの熱いもんで軍手してこうってやってないと、でずっとやって動かさないとさムラができちゃう、はいはいはい、ずっとこうしてないと、はいはいはい、それとか網で焙煎するその焙煎機売ってたりするんだよ、はいはいはい、自分で焙煎するの全然いいんだよ、基本生豆で買えば安いんだもん、ブーっ て, ってすごいパチ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 って、あ、楽しいですね楽しいよ、ちょっとこのそういうのも教室やりたいですね、なんかね、で自分でこうあのなんだ豆を引く機械があるでしょ、ギーンって内に回るけどね、はいはい、見るってやつ、見る、うん、あのこうやってやってもいいけどな、はいはい、うん、僕高校の時やりましたよ、こうみんな連れてきて、そしてサイフォン買ってきて、うん、でこうこうやって引くとねやっぱ匂いがねいいんだよね、うん、焼いてる時はそんなに匂いっていうのはないんだけど、あんまりいい匂いじゃないんだけど、あ、引いてる時の方がいい匂いですか、引いてる時じゃないといい匂いが出ないね、ほ、うん、でやっぱり焼きたてで引くとあのコーヒー豆っていうのはね焼いて2週間が炭酸ガスをずっと出すんですよ、その間に飲むのが一番美味しい、あ、なんかそれ早い方がいいみたいですよね、はい、2週間以内、その時が一番美味しいんです、だから自分で焙煎したらすげえ美味しいと思う、うん、そうだからね、そういうちゃんと本物っていうかね、うん、まあ安くても、うん、そうやってちょっと手を加えれば、うん、本物とか美味しいものっていうのは飲んだり食べたりできるわけですよね、今コーヒーだってね、でそういうのをその実際に体験するって機会が今非常に少ないじゃないですか、うん、フライパンで焙煎できるんだよね、知って、うん、だからそれだったらそういう手軽なものでね、うん、できれば100均にあるものでできるようなのが考えていただいて、ほうじ器なんてお茶屋さんに行けばくれるんじゃないの、あ、そうですか、くれねえかな、ちょっと今度石松園に聞いてみるか、そうですね、ほうじ器ちょうだいってでその生豆はだってあそこで売ってますもんね、生豆どこでも売ってるよ、ね、生豆であの大量に買うとものすごい安いんだよ、うん、焙煎した豆の多分10分の1ぐらいで買えちゃうんじゃない、そうでしょうね、うん、ですからぜひねそういうのもコーヒー好きが集まってですね、だってコーヒーだって健康飲料って人もいるじゃないですか、あ、コーヒー健康飲料だよね、なんかすごく体にいいっていう人もいるじゃないですかね、コーヒーが、あのゲルソン療法ってあるんですよ、がんを治すやつ、はい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 、ゲルソン療法って何かっていうと、まずあの人参ジュースを毎朝飲む、はいはい、それプラスコーヒー甘腸、ああ聞いたことありますね、コーヒー甘腸ね、コーヒー甘腸何がいいかっていうと、はいはい、あの有機栽培で育ったコーヒーをまず作るじゃんね、はいはい、それをお尻に入れてあのコーヒー甘腸すると肝臓、汚れた肝臓あるでしょ、その肝臓をリセットできるんだって、それをやることによってがんが治っちゃうっていうゲルソン療法って、じゃあぜひ生豆を買ってきていただいてコーヒー甘腸をここでやりたいですね、みんなでコーヒー甘腸勇気いるよね、だから甘腸好きな人に来ていただいて、うん、でインターネットでねコーヒー甘腸のその器具とか、はいはいはい、どういうコーヒーを使ってるのか調べたんだよ、はい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 、そしたらコーヒー甘腸用の缶コーヒーが売ってるんだよ
飲んじゃダメなんですかそれは。いや飲んでもいいんだけど、普通の缶コーヒーって1本ね100円120円でしょ。コーヒー缶調用のコーヒーってあの有機栽培で育てたので、1本300円ですよ。あ、高いですね。実はうちの冷蔵庫に入ってる。あ、そうなんですか。コーヒー缶調するつもりで買ったわけじゃなくて、実はねそれもらったんだよね。1本めちゃくちゃ高いコーヒー、缶コーヒー、それがねこの辺で作ってるんですよ。あ、そうなんですか。それ作ってるんでこの辺で。いいじゃん。で飲んでみたんだよ、はいはい、美味しくない。美味しくない。美味しくないんだけど、コーヒー缶調用のコーヒー。へえー、すごいですね。初めて聞きました。うん、もうぜひね、こうなったらもう缶調好きに集まっていただいて、ゲルソン療法ちょっとやってみようかね。ねえ、だからまあその、まあ、そんな缶コーヒーが作ってらっしゃるところの社長さんかなんかにも来て持ってきていただくか。それがなければここで焙煎してですね、うん、そういう缶コーヒーがあるって知らなかったでしょ。あの有機コーヒー豆で宇宙のコーヒーは入れてますみたいな喫茶店の横に缶調もできますと書いてもらいたいですけど、缶調用のコーヒーもお作りしますって。その缶調する器具をインターネットで売ってるんだよ。その普通 の注射器みたいなのじゃダメなんですね。違う、ちゃんと管になってるんですね。そうですね、あのセレブの間では、はい、そうよく聞くんですよね、うん、かなりあのいいって言って、結局ね美を追求する人っていうのは腸の中から肝臓まで綺麗にしたいんですよ。そうでしょうね、やっぱりね、うん、肌の切れ物とかね、こういうとこがねツヤツヤになるんでしょうね。だからコーヒーっていうのは案外いろんな意味で健康食品ですよ、うん、ということです。そうですね、うん、ちょっとコーヒーもねちょっと真面目に勉強した方がいいかもしれないですね。そうですね、なんかコーヒーの話がどこ行っちゃうかと思ったらやっぱり健康につながりました。あ、いいですね。これはいいことですね。そう、いい話ですね。いい話、非常にいい話です。非常にいい話です。